敬礼やない、点や分野を巻くみをどうすんないし。ね、あの、聞いてよ。えー、昨日さ、うん、バイト先で、少し冷めたラーメンをお客さんに出しちゃって。うんうん、そしたら、お客さんにも、うこれ、しゃっこくなってるじゃん、って言われて。その後、上司にも怒られてさ、もう、本当にわや。ちょっとあれ、しゃっこい。うん、わや。うん、どういうことそれ。ああ、わやは、やばい。 って意味で、かっこいは冷たいっていう意味だよ。ああ、なるほどね。うん,うん、うん。で、その後どうしたの?。ああ、その後、お客さんが新しいのと、バクレって言うから、新しいのをバクって。したっけ、上司に冷たいラーメンを、私に買い取れって言ってきたの。ちょっと、ちょっとはね。爆れ?。うん。したっけ?ね。どういうこと?。ああ、えっ、ー、と、したっけは、そしたらって意味で。バクルは、交換するっていう意味だよ。うわ、ん。 ね、北海弁も日本語じゃん。日本語わかんないの？いや日本語わかるわ。でもそのお店あかんな。<laughs> あごめん。あかんって何？<え> <laughs> 日本語わかんないの？これも関西弁だよ。意味は良、うん、くない、悪いって意味だよ。うん、へえ。皆さん面白いですよ。この間関西弁を教えたのを覚えていますか？ ベトナム語と同じように日本語にもいろんな方言があるんですね。今回は北海道弁を紹介しました。皆さん北海道に来たらぜひ使ってみてねー。